雨が降り始めています。まもなく試合開始。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロ。さあ、そしてバッターボックスには清田が入っています。いいところで回ってきましたね。さあ、チャンスが続き満塁の場面。ここで勝ち越してぐっと勝利を引き寄せたいですね。なるほど、そうですね。初球打った、ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーがホームに帰っていきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ファーストランナーもホームイン。マリーンズ勝ち越しました。5対2リードを奪いました。千葉ロッテマリーンズが見事勝利を収めました。非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたのではないでしょうか。展開としては理想的でしたから、チームとしてもいい勝利だったと思います。そのいい流れで次のゲームも期待しましょう。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のオリックスバファローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。本日は最後までご観戦いただきまして誠